こんにちは、マルメロです。今日はおじいちゃん家に来てます。で、タケノコがもう終わりかけなんですけど、いっぱい生えてたので取りに来ました。タケノコは取ったらすぐ釜で茹でるのが決まりなので、釜での茹で方も教えてもらいました。それを紹介します。おじいちゃん家の竹林です。綺麗です。カサカサいい音がします。タケノコは若いやつはシャベルとかスコップで一生懸命根元まで掘って取るんですけど、これはもうでっかいのでこうやって根元を切っちゃって簡単に取りました。取りに来ました。もうタケノコの季節も終わりかけてるのでね、でっかいのばっかりですがいっぱい取れました。おじいちゃんがでっかいタケノコの処理を教えてくれてます。でっかいタケノコは下の方は切り分けないと入んないし、茹でるのも遅くなるので切り分けます。節の真上は柔らかくて真下は硬いらしいので、真上のところを狙って切り分けるって今教えてもらってます。でこれもさ、こっち焼こうとこっち硬いんだよ、でもうこの先あたりからで、ここ、ね、ひどい。ありがとう、はい。取ったタケノコはその日のうちに釜で茹でてアクを抜きます。ダンゴボールをちぎって入れたら、燃えやすい竹などの木を入れます。これ上に入っちゃっていいの？ダンボールに火をつけて火を移します。パッパッってこうして、でこれバーン燃えちゃうから、熱そう。水を入れた釜にぬかを入れて、唐辛子は10本ぐらい入れます。最初は燃えやすい竹しか入れなかったけど、火強くするためには太い薪を入れていきます。釜で火の当番させてもらうのがいつもちっちゃい時から大好きでした。合法火遊び。釜が一つの時はね、こっちから空気入っちゃうからね、ああ閉めんのか、吸い上げないからね。もうあの蓋するんですよ。蓋するのにさ、まあなんかこれ、ああそれでいいのか、そこにやればいいのか。ねこれ空気はこっち、こっちから吸い込むから、わーっとこういう風に。なるほどね。これ取っちゃうとね。うわー、あ本当だ。うわー、煙。ここへ、あのこの下に空気が入り、ペシャペシャってなると。下から。あの青くんだよ、青くんだよ。これ持ち上げてればいいんじゃないけど、だからこう下から下に全部閉じちゃうと良くないとね。下から下からこう行ってもよくない。へえ、なるほどなるほど。そうすれば煙も出ないし、うん、あーへえ。空気がこれどう入ってきてどう動くかで、はい。タケノコが入りきらないので両方の釜を使うので、さっき閉じた蓋を開けます。煙突が通るようにね。で私の初めての本当に一人での火起こしです。一人だったけどちゃんと教わったのでできました。よかった。お湯を沸かしてる間にタケノコの皮を全部剥いて釜に入れました。タケノコ入れてから沸いたら薪をくべるのをやめて炭を入れてかまどを閉じときます。これでね、これでいいわけ。この状態で一晩ぐらい寝かせます。自分で茹でたタケノコを一人暮らしの家まで持って帰ってきて、でタケノコ料理を作ってタケノコパーティーしました。タケノコご飯とチンジャオロースと
メンマです。あとタケノコ使ってタイカレーとかも作りました。おはようございます。寝起きの私です。いただきます待って、いいよね。タケノコ本当に大好きなので、うん、もういっぱい取れて幸せです。毎年この時期を待ってます。本当に、うんうんうん、もう本当に食感が美味しくてね、朝から幸せでした一人暮らしだけど実家を思い出す味がします。メンマを自慢げに見せてます。みんなメンマ作ったことある？あの普通にタケノコ油で炒めて醤油と酒とみりんかなで絡めて、あ、唐辛子もね、炒めるだけなんだけど、マジで美味しいから、本当にやって止まんないから。で、見てくれてありがとうございました